どういういことなんだ捜索をぜなら2006年10月兵庫県に住む35歳の山本さんは職場の仲間14名と六甲山にある観光施設六甲山カンツリーハウスでのバーベキューを計画します彼らは午前中に六甲ケーブル下駅からケーブルカーに乗り六甲山城駅で下車そこから六甲山城バスに乗り7分ほどの距離を移動し カンツリーハウスに到着ここで、午後までバーベキューを楽しみ、帰りは同じルートで下山する予定でした。2006年10月日日日土曜日1日目晴れ予定通り、山本さんを含めた15名は、ケーブルカーとバスを乗り継ぎ、3連休の初日に、六甲山カンツリーハウスへと向かいました。目的地の六甲山は、標高931.3メートル。神戸市の中央部を北東から南西方向へと 約 30km に広がる山域です都心から近く、初心者からベテランまでの登山ルートも豊富で、他にもアスレチックやスキー場、近くには温泉など観光スポットも充実しています。山本さんたちもこの日に施設の一つの六甲山カンツリーハウスで広大な自然に囲まれた休日を満喫していました。昼近くに到着した彼らは早速バーベキューを開始します。六甲山は、 多くの観光客であふれ、山本さんたちの気分も高揚してきます。彼らは日常の慌ただしさから解放され、おいしいお酒と食事を満喫し、存分に休日を楽しんだのでした。やがて15時になり、一行は撤収。彼らは、六甲山カンツリーハウスを後にし、再びバスに乗り、六甲山城駅に向かいます。しかし、ケーブルカーへの乗り換えの際に、山本さんが焦り始めます。 山本さんは雪の時点で買っておいた往復チケットの帰りの切符を紛失してしまったのです。一緒にいた同僚たちもどこかに紛れ込んでいないかと探すのを手伝ってくれます。しかし、切符を発見することはできませんでした。この日、山本さんは運悪く余分なお金を持ってきてはいません。それに一度購入した切符をわざわざ買い直すことも気が乗りません。この日は天気もよく、お酒を飲んだことで。 木も大きくなっています山本さんは同僚にお金がないから歩いて降りると告げました六甲山はコースにもよりますが登山初心者向けとして紹介されることが多い山でこの地点の標高はたったの 493.3m ロープウェイの乗車時間はおよそ10分です山本さんはそれほど時間もかからずに下山できると判断したのでしょうしかしこの時の山本さんの格好は ウィンドブレーカーにジーンズ、足元はサンダルという軽装。もともと登山を目的としていなかったので、事前準備は何一つ行っていません。さらに、お昼に飲んだお酒もまだ抜けておらず、酔っ払っている状態です。すかさず同僚からお金を貸すとの申し出がありましたが、申し訳なさもあり、山本さんはこれを断り、たった一人で登山道へと向かいました。六甲山上駅から六甲ケーブル下駅までの下山ルートは、 六甲山の主稜線から六甲山上駅付近で分岐して南に延びる油拳という名の山を抜けるコースです眺望が良く街を近くに感じながら自然を堪能できるハイキングコースで総歩行距離は約 3km 歩行時間はおよそ1時間程度で危険な箇所も特になくそこまで難易度の高くないコースでした山本さんもそれを分かっていたのか勢いよ,うようと油拳の山道を下っていきます しかし、しばらく歩くうちに、周辺の様子がおかしいことに気づきました。見晴らしの良いはずのあたりには、うっそうと木々が生い茂り、明らかに、道が険しくなっていたのです。もしかして、道を間違えたのだろうか、という疑問が頭をよぎりましたが、山本さんは、足を止めませんでした。山の知識が全くない山本さんは、事態をかなり甘く考えており、このまま下っていれば、そのうちどこかの町に出られるだろうと、高をくくっていたのです。 ところが、整備されていない道をサンダルで歩き続けた山本さんは、斜面で足を滑らせ、10メートルほどの距離を滑落してしまいました。ものすごい衝撃に襲われますが、幸い、命に別状はありません。しかし、立ち上がろうとしたとき、足腰には全く力が入らず、それどころか、あまりの激痛に思わず顔をしかめます。どうやら、落下した衝撃で、骨盤を骨折してしまい、歩くことはおろか。 立ち上がることもできなくなくっていました。ここで初めて山本さんは自分自身が危険な状況だと理解します痛みに耐えながらもリュックの中から携帯電話を取り出し救助要請をしようとしますが不運にも滑落の衝撃で携帯は故障しておりどうすることもできませんもしかしたら先に駅に着いた同僚たちが自分が来ないことでトラブルを察知し探してくれるかもしれないとかすかな希望を抱き仲間の救助を待ちます ですが、どれだけ待っても、助けに来てはくれません。その日は3連休の初日で、山本さんは1人暮らしです。このまま行くと、自分が遭難したことに、同僚たちが気づいてくれるのは、早くても、連休が明ける火曜日。それは、4日も先のことでした。山本さんは、自分の取った行動の愚かさを理解し、後悔し始めます。他に、何か使えるものがないか、自分のリュックの中身を確認してみると、中には、 ペットボトルの水1本とバーベキューで使用した焼肉のタレの残りとタオルのみ。彼はただ、奇跡を祈ることしかできない状況に陥ったのです。一方、先に六甲ケーブル下駅に到着した同僚たちは、しばらくの間、山本さんの合流を待っていました。彼らは山本さんの置かれた危険的な状況など、知る由もありません。なかなかやってこない彼のことを心配することもなく、のんびりと下山を楽しんでいるんだろうし。 何かあれば携帯にに連絡が来るに違いないな仲間たちはそう考え先に帰りの電車に乗ってしまいました2006年10月9日月曜日遭難3日目山本さんが遭難してから3日が過ぎました通りがかりのハイカーに発見してもらうこともなく体力の限界が近づいてきます 絶望感と腰の激痛、そして空腹、さらに、日が落ちた山の容赦ない霊気が山本さんに襲いかかり、足は、凍傷に見舞われていました。明日になれば、会社から捜索願いが出されるに違いない。その唯一の希望が山本さんを生かし続けていました。あと一日、あと一日だけ、と、かろうじて気力を振り絞る山本さんでしたが、とうとう力尽き、ここで意識を失ってしまいました。2006年、 10 10月日日日火曜日遭難4日目3連休明けの山本さんの勤務先では通常通り業務が始まりましたしかしその日出勤してきた従業員の中に山本さんの姿はありません無断欠勤で連絡の取れない彼を心配する社員たちそして土曜日に一緒にバーベキューに行った同僚たちが山本さんの遭難に思い当たります社員の一人が彼の実家に連絡し ここでようやく捜索願が出されました。警察はすぐに捜索隊を結成。六甲山上駅から油拳付近を中心に捜索が行われました。標高も低く山の登山難易度などを考えると、そこまで大掛かりな捜索にはならないかと思われましたが、山本さんの姿は愚か、手がかり一つ見つかりません。すでに遭難から4日も経っていることから、不穏な空気が漂い始めます。 その後も救助隊は捜索場所を変更し何度も山に入りますが何も発見できないまま山本さんが遭難してから9日が経ちます山本さんの会社の従業員たちおよそ400名も休みの日などを利用して六甲山城駅付近を捜索さらに登山客の利用が多い阪急六甲駅などで山本さんの顔写真入りのビラを配布して情報提供を呼びかけましたが一向に山本さん発見には至りません 道のりわずか 3km 所要時間1時間程度の下山道で突然と姿を消してしまった山本さん遭難ではなく違う事件に巻き込まれたのではないかと疑ってしまうほどでしたそして何もないまま時間だけが過ぎ山本さんが遭難してから24日が経過しますどういうことなんだ捜索を初めて21日だぞ日に日に秋の気配が深まり朝晩の冷え込みも厳しくなっていきます 誰もが彼の無事を願っていましたが、そんな望みもどんどん薄くなっていきます。愚痴には出さずとも、最悪の結末が関係者の脳裏をよぎるようになっていました。山本さんが遭難してから25日。彼の勤め先に山本さんの父親から一本の電話が入ります。それはついに山本さんが発見されたという連絡でした。複雑な思いを抱えて山本さんと仲の良かった同僚2名が。 急いいで搬送先の病院へと向かいます2006年10月31日火曜日遭難25日目午前9時40分遡ること1時間20分前の六甲山六甲山城駅から直線で北東500メートルにある砂防ダムの堤防で環境調査をしていた人物が倒れている1人の男性を発見しました男性はすでに意識がなく発見者は大慌てで110番通報します 現場に駆けつけた警察が所持品から免許証を確認すると長い間見つからなかった山本さんであることが判明します。彼はめっきり痩せ細り身動き一つありません。体もすっかり冷え切っています。ですが奇跡的なことにかろうじて息をしていました。警官は大急ぎで消防局のヘリコプターを要請し山本さんは病院へと搬送されます。ややがてて駆けつけつきた家族や 同僚たたちににより山本本ささん本人に間違いないなことが確認されました搬送中の山本さんは心拍も呼吸も浅く体温22度という極度の低体温症を引き起こしていました危険な状態で搬送された彼は病院に到着すると心肺停止に陥ります医師たちによる心臓マッサージと血液を体外に取り出し温めて体内に戻すという体外環境装置での治療が繰り返し行われました すると4時間後、家族や同僚たちの祈りが通じたのか、山本さんの心臓が白道を再開。彼は、生死の境をさまよった挙句、奇跡的に一命を取り留めたのです。それからの山本さんの生命力は、実に目覚ましいものでした。脳もダメージなく、無事に回復し、後遺症も特にありません。遭難から25日間、食料はなく、水も、ペットボトル1本の過酷な状況で、なぜ山本さんは、 生きていられたのでしょう実はありえないことなのですが彼はこの時冬眠状態に陥っていました通常人間は体温が30度以下になると心臓が心室細動を起こしやすくなり心停止になりますそして心臓が停止すると脳に酸素が行き渡らず通常体温では約5分低体温では30分程度で脳も回復不能なダメージを受けるのです一方 冬眠をする高温動物である哺乳類と鳥類の一部は食料の少ない冬には体温と心拍数を下げることによりエネルギー代謝を抑え低温にも耐えられるような脳の仕組みが備わっています遭難中に低体温に陥った山本さんの場合も脳がその危機を察知して冬眠状態に切り替わったのではないかそして各臓器のエネルギー代謝を極端に抑え脳組織の破壊を防いだことが 生還できた理由だったのではないかと結論付けられましたまた山本さんの冬眠には10月という気候も影響を及ぼしていたと考えられますこれが夏であれば低体温になることはなくまた完全な冬であれば冬眠状態にはならずそのまま凍死してしまう可能性がありました山本さんの得意な体質と環境の偶然が重なり冬眠という特殊な状況が生み出され結果的に彼は休止に一生を得たのでした 2006年12月19日火曜日身柄発見から20日後順調に回復した山本さんはついに退院の日を迎え医師と共に病院で記者会見が行われることになりました「皆様の善意のおかげです」とすっかり元気になった姿で頭を下げる山本さんマスコミからはリュックにあった焼肉のたれを食べて空腹をしのいだのかと質問が寄せられますが山本さんは試しに一度舐めてみましたが と、てもも食べられたたのでではありませんでしたと遭難直後の出来事を語り、焼肉のタレが原因で生き延びたことを否定します。それどころか、遭難3日目には気を失い、20日以上もの間、水すら飲んでいなかったことを明かしました。そしてここで、彼を治療した病院の医師から、発見時の山本さんは22度という低体温であり、冬眠状態であったことが告げられます。人間の冬眠などという前代未聞の出来事に、世間は、 驚きを隠せませんでしたまるで SF のような話に懐疑的な意見も寄せられますが、島民に詳しい研究員が低体温状態の山本さんに微弱な心拍と呼吸が保たれていたことに触れそう考えないと説明がつかないと島民であることが結論付けられます。その後、退院した山本さんは早速翌日から職場に復帰しました。島民により、 一命を取り留めた山本さんの驚異的な生命力と回復力に世間は仰天します。それと同時に、この事故から標高1000メートル以下の低山でも遭難事故が起こる可能性があることが世間に認知されたのでした。この事故の問題点は入念な下調べも準備もなく予定外に登山道へ入ってしまったことでした。初心者にも人気が高く標高もあまり高くはない六甲山ですが十分な装備もなくしかも酔っ払った状態で。 たった一人で登山道に入る行為はあまりにも軽率でした。山に入るときは入念な計画と万全な体制、そして万が一遭難する可能性を考慮し、装備や食料などを準備しておかなければなりません。切符をなくしたという突発的なハプニングにおいて、思いつきで歩いて下山しようなどとは思わず、同僚からお金を借りてみんなと一緒にケーブルカーに乗るべきでした。仲間たちに迷惑をかけたくないと思うがゆえの。 行動だったと思われますが、独りよがりな単独行動は、後に大きなトラブルを引き起こしかねません。事故で大切な命を失うことで、本人の人生も終わってしまいますが、残された仲間たちのその後の人生にも悲しい記憶として刻まれ、一生の傷を残すのです。とはいえ、今回の事故では、奇跡的に生還することができて、本当に良かったです。今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。